グロールシュプレミアムラガーボトルグロールシュはオランダのビール会社および同社が製造販売するビールのブランド名2016年よりアサヒグループホールディングス参加オランダ語ではフロルスと発音する社名はフルンドーに由来する同社は1615年に設立されオランダのビールメーカーで最も古い歴史を持つ 2007年にサブミラーの参加となったが、2016年、アサヒグループホールディングスがグロール種をサブミラーから買収し参加となった。現在グロール種社は50の国と地域で販売しており、国内向けは茶色い瓶、海外輸出向けは緑色で区別している。国内販売よりも海外輸出に積極的であり、主な輸出先はアメリカ合衆国とヨーロッパである。 またアジアにも進出しており、韓国及び日本にも輸出を行っている。スイングトップボトルが有名で、現在でもこのスイングトップボトルを使っている数、少ない会社のうちの一つである。厳選された原材料を使用し、水は天然水のスプリングウォーターのみを使っている。オランダ国内では高級ビールとして認知されており、若者に人気が高い。アメリカ合衆国。 シカゴで開催される世界のビールコンテストで、1995年、1996年、1997年の3年連続で、金賞を受賞し、オランダ王室より、ロイヤルの称号を授与されている。未開封のスイングトップビール瓶開封した、グロールシュプレミアムラガーの瓶多数、ありがとうございます。